第49回万栄ダービー競泳流を管理します村上慎一郎教師にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。今率直な感想お願いします。まあ嬉しいです。今日のダービーどのような気持ちで迎えましたか？まあそうですね、去年まあ入れ目記念でちょっとしくじってますね。今日はどうにか。その入れ目記念を敗れた後、このダービーまで、馬と共に歩んできたと思いますけど、どんな道のりでしたか？まあそうですね、春先でも調子ちょっと上がらなくてちょっと苦労はしたんですけど、まあ、順調に回復してきました。菊花賞を勝利してそしてダービーに向かってきましたけども、状態面などどうだったんでしょうか？はい、状態はまあ維持してきましたね。まあ、前走も、まあね、今回と同じ730を引っ張って、まあ、ちょっと様子見をして、まあ、これならいけるかなと。やはり相手オープン その強い相手と戦わせたというところあるんでしょうか？そうですね、まあ、意図というと、いうところで言いますと、まあやっぱり経験中のことかな。その経験ってはどうですか、先生から見ては？まあ十分なレースしたと思ってます。まあ、今日のレースゴール前かなり苦しそうに見てしてましたけども、そのあたり先生どう見てましたか？いや、前回もそうだったんですね。ゴール入ってすぐ止まって、だからどうにか持ってくれればいいなと。ゴールした瞬間どうでしたか？はい、嬉しかったです。さあ今後に向かってということになりますけども、どういうふうに考えてますか？まあそうですね、まあ一戦級相手のオープンが相手ですからね、ちょっと考えながら使いたいと思います。世代戦に向かってはどうでしょう？まあそっちがやっぱりメインになると思います。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。これからもまあ頑張っていきたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。向こうまで、向こうまで、向こうまで。